あ、どうもね。ずいさんが1週間版だからさ、見るものがないよね。これを、え？とりあえず行ってみるか。サボテンドアだ。万能薬ってあったな、そういえば。イグネス、大丈夫か？ごめんなさい、ごめんなさい。はいはいはい。こっちで合ってるよね。一人で進む。いやいやいや、はい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 。こっちです、こっちです。
またサボテンだ。あれ？なんか。なんか武器選択ができるようになってる。やった。こっち。ああ、ごめん。何もない。で。長えなー。はい。来てる？あ、来てるね。こっちだよ。はい。すいません。簡単に言うんじゃねえ。え？じゃねえし。また喧嘩してる。だいぶ進んだ。はい。イグニス、滑んないようにね。
らららら。って感じか。まだ。長いな。そっちどうだ。こっち。もうちょい。うわ、しっかりの。墓はこの下か。何もない。何もない。何これ？卵か。卵。この後ろに何かありそうだけど。ああ。ボールボールじゃん。何が出てきた。やべえやつ。ちょっと今何が起きてるかわかんないんだけど。わわ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 。ボルボルベビー。モルモルベビーが音も入ないのか。音もいる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 。あーぐちゃぐちゃされてる。ちょっと危ない。はい、いやいや、あー回復した。わわわわわわ、なんか入った。ちょっと助けに行かないと。ここで決めろ。ここで決めろ。回復しないと。何かに合ったか。
攻撃あるのみだ。オッケー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 。もっと距離を詰めろってえ、これで、これでいっぱいなんだよ。ああ回復したな。ノクト、一つ試させてくれ。何を押すの？来た。聞いたか。聞いてる聞いてる。ああやばい、やれやれやれ。危ない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 。ハイポーション。くちゃくちゃすんな。くちゃくちゃすんな。くせ口だな。くせ口だな。まなんだこれ。わー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 。うーん、そうだよ。うわお、メガポーション。よいしょ、もうちょいもうちょい。あーあーあーあああ、魔法使いよ。魔法ってどれなんだろうね。あ、ちょっとなんか食らってる食ってる。逃げた？え？え？あー、まだ、あー、倒した。倒した。ナイス。やっとこれで進める。素手で掃除はできねえぞ。焼くしかねえだろ。全部どかすんなら燃やしちゃうのが早そうだな。サーケットタイムだ。まあまあ、まだ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 。こんなとこに墓作んなよな。はぁ、はぁ、早くしろって。いやいや、これもうちょっとで終わるからさ。はあ、長かったな。待ってくれ。ああ、はい。どうした？どうした？もういいだろう。揉めるやりとりだけが聞こえてくるのは嫌なものだ。うん。目についてたが、やはり見えない。良くなる兆しもない。あらら。だがその上で、俺は旅を続けたい。これまでと同じように。悪いが、俺は反対だ。何度も言うが、戦いの中じゃ命に関わる。でもそれは俺たちが。面倒見らんねえって話じゃねえ。なら、決めるのはイグニスだろ。って精神論じゃ片付けられねえぞ。分かってる。俺に合わせろなんて言わない。追いつけないならその時は自分で諦める。どうなんだ王様は。ノクト、王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どんな犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。グラディオ、今ノクトに必要なのはそれを考える時間だ。分かったよ。だが危険なことには変わりねえ。気緩めんなよ。長かったな。
売却さて、また列車の旅だな。次はテネブライか。どこだっけこれ。テネブライか。ルナフレーナ様の故郷だね。あった。もうご乗車になりますか。はいはい。頼む。それでは中でお待ちください。まもなく発車いたします。はい。何かあったら言えよ。だね。隠すのはなし。ああ、出発だ。なしだとよ。分かってるさ。こけんなよ。立ち止まるねって。死なれたら困る。直球だな。はい。終わりなの？チャプター8、ワナ。はい。あ、険悪だった空気がようやく和らいだ。
列車の旅もいいな。ああ。帝都に着いたら運転はお前か？二人に聞いてみ。レガリアも積んでもらえてよかった。首相に感謝しないとな。あれも安くしてくれりゃな。通信機は残念だった。水神の騒ぎでのことなんだが、うん、帝国軍が撤退する中、妙な動きをする揚陸艇がいた。最初の船だ。目をやられた直後、最後に神殿の方へ向かうのが見えた。止められなくてすまない。俺も意識を失って。生きてたんだから。足音が聞こえてきたな。ああ、グラディオ帰ってきたぞ。何頼んでたんだ？人探しだ。気になることがあってな。ああ、探し当てたぞ。すまない。気になるってなんだよ。夜の長さのことだ。最近長くなってってんだろ。夜の長さ、このまま変化が加速すれば近いうちに、1日夜って、六神も半数がやられちまった。六神は半数やられた。影響が出て叱りだ。まあな。夜が伸びれば死骸も増える。そっちは実感してるしな。ここでもやばい、全く話が入ってこない。それで俺が探しに行かされたってわけだ。ご苦労さん。行くぞ、待たせてる。ああ、わかった。行ってくる。ああ。すごくない？この景色。うん、マジでどうなってんの？もう今日わかんねえな。すごいよね。雪にもかな。なんかちょっと怖くない？こんなの普通想像つく。ここで何してんだよ。まあ何、突然。落ち着いてよ。びっくりした。どうしたの？うっせえ。ちょっと、なんでそれ本気？さあ、ノクト、どういうこと？あいつ、何が目的だ？ずっとウロウロしやがって、てめえのせいで。どういう意味それ？俺のせいだって本気で言ってんの？はあ、違うってのか？だって俺に何の得があるんだよ。死ぬか。頼むからちょっと話しよう。黙れ。今、アーデンが。え、アーデンって、じゃあ列車が止まったのってそのせいなのかな？何が起きたか全然わかんないんだ。何にもわかんねえよ。グラディオたちは原因を調べに機関室へ行ったよ。うん、俺たちは後ろの状況を確認しに行こう。うん、ああ、後方車両の状況を確認する。
何にもないんだ。列車防衛線、帝国軍が列車めがけて攻撃してきます。一定時間列車を防衛してください。列車が攻撃されると画面上部のトレインゲージが減少します。ゲージが空になると列車が壊れてゲームオーバーです。どこどこどこ、守り消えてんのかな、これ。ああ。ちょっと。ちょっと行くなよ。魔導兵、ちゃ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 、あー突撃兵が、ちゃ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 、来るな来るな来るな、ちょっと早い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 、ちょエーテル使おうエーテル使おう、ちょ、列車防衛線に、上空から列車を狙っています。マップシフトで進入しましょう。列車防衛線さん、突撃兵を起爆させるか、外部の機銃を活用して8機以上の撃撃しましょう。こうなるさ、よくわかんねえ。
わわわわわわ、ちょっとちょっとちょっと、あーあわわわ、はい、燃えてるよ。ああ、終わった終わった終わった。え、こっち行けない？こっちか。あ、待て、まだ倒してない、まだ倒してない。あ、違う違う違う、倒した。で、どこ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 、これでいけ。シュッ、でき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 、あ、終わった終わった。これどうやって戻んの、これ。はい、あ、待て、あらららら、あー、いつからだったと思う？イグニス、列車止められねえか。プロンプトが落ちた。アーデン、いや、俺が落とした。どこかわかんねえ。結構前。ノクト、落ち着け。状況はわかった。だが列車を止めるのは危険だ。また襲われかねない。他の乗客もいる。だけど、もうすぐテネブライに着く。そこで他の乗客を降ろそう。プロンプトは帝国の宰相が絡んでいるなら、奴に連れて行かれた可能性もある。そうでなくても連絡があるかもしれない。少し待ってみないか。こっちに来られるか。グラディオもいる。あ、そっちは二人とも無事か。ああ、じゃあそっちに。うわ、くそ、また来た。片付けてから行く。なんだあれ、なんだあれ。ガハゴイ
Wow! Ah! Wow! Ah! Wow, 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 wow! Ah! また出てくんの？なんだこれ？繋がってなんだよ。長いな。またかいの。まだあんの？そろそろ限界だぞ。また、まただよ。ああ、危ねえ。
倒した。よし、終わった。さっさとここ抜けてくれ。長いんだよ。また出てきた。よしなんか来たし、なんか来た、またかよ。いや、あれ、
わお。助けてくれてんの。わあ、火がついてる。一人だ。久しぶりだね。あら、あらねよ。これはお前らの仕業かよ。知りたきゃ見てけば。宮殿までなら案内するよ。じゃ、いろいろ聞かせてもらうわ。その目は？ああ、ちょっと怪我をした。見えてないの？視力はほとんどない。戦いでか。大変だったね。
あ、いい？なるほど。エーゲル先生の調査によれば、かなり前から夜は長くなり始めていたんですね。そう、でもちょっと前までは増えたところで1秒以下？普通は気づかないくらい。3時間過ぎたあたりから騒がれ出したかな。最近はもう一定で増えてるんでもなくて、1日で30分以上増えてたり、昼が消える日がいつになるかはわからないかな。そういえば、もう一人いたよね。うん、いたいた。ああ、でも、うん、ちょっと、事故があってな。死んだの？わかんねえよ。ならそんな顔まだ早い。しっかりしなよ、先があんでしょ。うん、うん、うん。ここを襲ったのはあんたらか。帝国軍に属する死骸ってとこ。あんたも帝国軍だったよな。昨日退役したよ。今は元傭兵部隊を連れて救援活動中。え、まあこっちもいろいろあってね。将軍は処刑、皇帝は病に伏せて、宰相がその後は文字通り好き放題してる。管理する人間が死んだり消えたりで、特にひどいのが死骸研究の崩壊かな。崩壊？まだ命令の入っていない魔導兵も、うちで捕らえていた死骸も今や野放し。死骸が増えたでしょ。帝国から来ていると。そう、帝都から溢れてんの。おなじみの魔導兵もだけど、死骸たちの強さも前より増してる。とても今の帝国軍じゃ抑えられなくてね。昼が短くなってきてるせいもあって、死骸も好きに動けるみたいです。で、そこらをうろついてると。あんたたちから奪ったクリスタルも要塞内で厳重に保管しっぱなしでさ。国や町が良くなるなんて話、もう覚えてるやつもいないんだな。あなたがここで活動しているなら頼みたいことがあるんだが。うん？列車の乗客をここで降ろしたい。話を聞くに、この先は特に。そうね。ペンキュラン。じゃあ面倒見るわ。だったら運転手も変えたら。変えられるなら助かるな。動かせるやつがいるのか。うん、前にも会ったことあるやつ。ああ、打たれ強いからね、安心していいよ。どうも、久しぶりです。で、何の話ね。列車、帝都に運転してって。はあ。一般人には頼めないだろ。ま、そうっすね。了解した。優しい心遣い、感謝するぜ。あら、そう。うん。
NP が減るとどんどん弱くなる。まだいけない？いける。
あ、あった。おう。遠いな。売りゃ小銭が稼げるな。
あ、こっちか。運転頼むな。ええー、任せてください。正直何が起こるかわからないですけどな。ああ警告は特にな。寒いとこ通るんですよ。標準芝の亡骸がある谷なんです。うん、まあしばらく走りますんでね。ここでしっかり準備してってください。うん、あ、宮殿の人と話しました。この近くにいると思いますが。宮殿の人、フルーレ家に仕えてたそうで、あなたと話したがってましたよ。俺と？分かった、行ってみろ。どこ？遠いな。になられて、フルーレ家次女のマリアでございます。覚えてはいらっしゃらないかしら。ああ悪い。いいえ、それよりお伝えしておきたいことがあるのです。ルナ・フレーナ様は紅葉の指輪をノクティス様にお返しできましたか。ございます。レイブス様も報われましょう。レイブスも。この指輪をノクティス様、私の代わりに、どうか。体が思うように動かないのです。それを受け取ることはできない。お前が自分で渡すんだ。指輪を渡し、王にその自覚をさせるまでがお前の使命だ。倒れてはならない。でももう私の力は。果たせ、ルナ・フレーナ。一人の人間としてノクティスに会い、お前の思いと覚悟を伝えろ。ノクティス様、帝都へ向かわれるのですか。ああ。レイブス様はレギス陛下の剣をノクティス様にお渡ししたいと願っておられました。再会は難しいかもしれませんが。うん、受け取るよ、絶対。ありがとうございます。ノクティス様、どうかご無事で。
クリスタルさん、厳重に保管してるって言ったでしょ。ああ。本当に誰も近寄らせてもらえなくてね。皇帝でさえお預けを食らってたんだ。研究者たちに流れてた噂だけど、クリスタルと関係あるのはむしろ死骸。最初が皇帝にあれを奪わせたのは死骸や魔導兵に都合が悪いからなんじゃないか。そんな噂が現実味を帯びてきたね。王様が守ってきたっていうクリスタル、死骸に聞いても別に不思議じゃないよ。帝国が持ってたって仕方ないからね。使える人間が持ち帰るべきでしょ。誰？お？ノクティス様はルナフレーナ様と結婚するの嫌だった？ルナフレーナ様がすごく喜んでたよ。ドレスが届いた時もニコニコして、ノクティス様のこと大好きだったよ。そうか。ありがとな。かつてレニスは聖石に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。その顔はテネブラエに来て変化した。レニスも寂しめだったノクティスもカンナギとしてではない、大きな力があなたにはある。私はカンナギである以外に特別な力など持ってはいません。ただ本当は婚約のお話をとても嬉しく思いました。ノクティス様にもう一度お会いできるかもしれない。それが本当に少しの間だけでもよくて、私の中にそれを嬉しく思う気持ちがあるから。持てる力のすべてでノクティス様をお支えしようと思っているのです。ルナフレーナ様、ご迷惑かもって言ってたの。そんなことないよね。あ、ないよ。ノクティス様がかっこいいお兄さんでよかった。どうもな。ジールの花が一面に咲いていた庭もすっかり焼けてしまいました。ルナフレーナ様が自らお世話もされて、綺麗な花畑だったんですけどね。どこ？宮殿はかなり損傷しているのか。だいぶひでえな。宮殿なんかあったっけ？避難してる人間も疲れ切った顔してる。あの最初は一体何をしたいんだ。考えると大抵嫌がらせでしかねえ。邪魔ってほど邪魔もしねえ。プロンプトも多分生きてんだろうよ。ただ無事かどうかだな。レイブス様は帝国の反逆者として処刑されるそうですよ。宮殿への襲撃もその見せしめなんでしょうかね。壊れた車両は別のに取り替えて出発準備してますから、出発したいときは俺たちに声をかけてもらえれば。一休みするなら食堂車がある。はい。
ここの市民とそっちの乗客は私が面倒見る。デートに入るんなら、まあ気をつけなさいよ。ありがとう。どうもな。じゃあ行ってくる。雪。おい、早く乗れ。ああ、しますね。現在のところ特に問題なく、この列車は順調に帝都へ向かってます。何かあったらお知らせします。外は雪だ。中も冷えてきたか。標人の亡骸があると言っていたな。亡骸じゃ掲示はできねえか。無事に通り抜けられるよう祈ろう。帝都に入る覚悟もしねえとな。どうした？そうか、わかった。え？わー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 。また止まりやがったな。すいません。お、どうした？今止まっちゃってます。調べてますが、これ外かな。俺たちが見てくる。ああ、はい。雪かきくらいで済みゃいいが。そうだな。ぼんやりしてっと死ぬな。標人の影響なのか。偉大らしいな。標人の亡骸だ。し
周囲の違いを全て倒す。寒いな。俺もだ。さっさと倒せ。うっ、うん、終わらせるぞ。はい。せい。あわわわわわわ。あれ。これ移動するのめんどくせえ。いけない。疲れたな。さっさと片付けようぜ。はい。おりゃ、おれ。倒した。ああ、またかよ。ああ。くそ。おい、大丈夫か。したけど、どっち、こっち？暗すぎんな。暗いよ。気をつけたぞ。
なんだこいつら。ああ、てめえって爆発したけど。おっと、行こうぜ。気をつけろよ、ノクト。うん。行き止まり？何の説明もないけど、あのパーティーメンバーが魔法使ってんのかな。これは監禁できそうだ。うん。
ぜ。せい、あれ、はい、ウリ、あわわわわわわ、あれ、せい、ほっ、やや、ウリ、ご苦労さん、わあ。出てくるの。わわわわわわ。気づけろよ。ああ、すまない。なんだ、山内こいつは。うりよ。わわわわわ。消すタイムじゃないよ、まだ消すないよ。早くしろ。待って、クリアしたら、クリアしたらね。コンビニ行きたいな。甘いもんが食べたいな。お前さっきも同じ調子だったな。へへへ、バレた？行き止まりだ。は？泣かすよ。ない、いや泣かさないでやめ、ねえねえ。やだやだ、怖い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 。マジで舐めてんの？いや舐めてないです。ごめんなさい。すいません。あ、着いた着いた。なんかいる。デスクローを倒す？すみません。で謝罪しろ。すいません。甘いものが食べたくてすいません。わわ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 。大きな声で。甘いものが食べたくてすいません。にゃー。わわ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 。甘いもの？あ、甘いもの食べたい。ああ。わわわわわ。ウリ、さらじゃ、やば。すみませんって一言だけでいい。すみません。甘いもの入らん。甘いものいらない？クルーゼ、間もなく生放送クルーズが到着します。クヨセ、生放送クルーズさんが運用を開始しました。おはよう。声でクヨセ、すいません。生放送クルーズさんの番組、ケツ出せ、
ケツは出さないよ。まだ終わってないもんだって。ちょっと生放送クルーズさんの番組12時間は突破したんじゃないかな。さっきの女派トークスキルもあったからよしとするか。さっきの女トークスキルもあったし、カーテン変えてよかったね。生放送クルーズさんの番組カーテン買ってないよ。利用制限で買えなかったが一生の恥だろうか。引用、生放送クルーズさんの番組クロテレースカーテンだけ。生放送クルーズさんの番組レースカーテンだけ。ケツはまだないよ。クロテケツ磨け。生放送クルーズさんの番組クロテケツケツ。生放送クルーズさんの番組長いな。なんでセリフ言わないの？フルボイスだったと思う。待て。いたいない。わわわわ。寒そう。なんでセリフなくなったの？ボイスがない。
ボイス戻った。あ、戻ってねえや。起きろ。あ、戻った。何があった？ノクト。ああ、無事か。ああ、標準が来てた。うん。まあもう帰ってから平気だ。うん。他のとこ見てきてくれ。行けるか。ああ、すまない。大丈夫だ。痛かった。もう終わり。
そろそろ帝都に着く頃か。ああ。どんな街なんだろうな。死骸だらけっつってたっけ。気が重いぞ。中へ入ったら要塞を目指すぞ。要塞？ジグナタスと呼ばれる巨大な軍事施設があるんだ。クリスタルもプロンプトもそこか。攻めがいがあるんじゃねえか。しかしクリスタルに死骸を駆除する力があるってのには驚きだ。そう考えている者もいるだけで、確定したとは言えないが、死骸の勢いが夜が長くなったことと関係があるとしたら、クリスタルの奪還はルシスというより世界にとって重要なことなのかもしれないな。ま、とりあえず返してもらってから。はあ、どうした？何かあったのか？さて、また非常事態が。なんで？聞こう。俺すげえ。武器を召喚する能力がアーデンによって封じられてしまいました。残りヒットポイントに注意しながら後部車両へ逃げましょう。はい、非常事態だな。脱出を考えよう。どうやって？貨物車両にレガリアが。急げよ。分かってる。貨物車両はまだ先か。おい、急げ。着いた。
進行方向をコントロールできます。うん、止まってない、止まってない。わわ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 、わわわわ、なんだ、戦闘ごとぶっ壊す気か。あ、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 わ、わわわわ、そう簡単に、あ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 、わあ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 、ちょっと動いて、あーあーあー、めちゃめちゃ壊れてるけど、あああああわわ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 、これで、ああ、よかった。ここまでか。十分。親父、ここまでありがとな。うん、いつ崩れてもおかしくねえか。早く抜けよう。行けそうだ。あら、イグリス、グラディオ。タイトル
続きは明日やります。